うまい。これはうまい。どうもです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、煮込み時間わずか5分でできるハッシュドポークを作りたいと思います。このメニューはですね、時間がない時などにほんまにおすすめのメニューとなっております。それでは早速ですが参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、いつものようにご飯をメスティンで炊いていきます。ひょっとしたらね、今日はメスティンでご飯が炊き上がるまでに料理が出来上がるかもしれませんよ。それぐらい早くできる料理なんでね。お米は1合水につけてあります。これをいつもの通り炊いていきますね。はい、使う材料はここに準備しました。材料の方なんですが、豚こま切れ、肉 200g、 玉ねぎ1つにピザ用チーズ適量、小麦粉が大さじ1、コンソメ小さじ1/2、ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ3、醤油大さじ1、マヨネーズ小さじ1に水1カップと油が適量となっております。豚肉はね、一回軽く湯引きしておきます。次はね、玉ねぎを切っていきます。そういえばね、今日ね、こっちのマイク新しいのに変えたんですけど、音の入り具合どうですかね。玉ねぎがね、しんなりしてきたら豚肉を加えます。豚肉に火が通ったら、ちょっとここ寄せて、ケチャップ、ウスターソース。ここで一旦煮詰めることで、ソースとケチャップの酸味を飛ばします。で、こうやってね、ふつ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 ってしてきたら、混ぜていきますね。で、全体に絡まったら水を少しずつ加えていきます。ここにね、小麦粉を回しかけていって、ダマにならないように混ぜます。コンソメ、醤油を加えて整えます。最後マヨネーズをポンと入れます。完成しました。どうでしょうか。時短のメニューの割には、こっちこっち、時短メニュー、ピンとますね。時短メニューの割にはね、美味しそうにできたと思います。はい、それでは早速いただいてみましょう。いただきます。チーズがね、もう溶けてると思うんですよ。もう溶けてる。うまい。これはうまい。これはね、めっちゃうまい。ほんまに。
いや多分20分ぐらいでできたと思うんやけど、めちゃくちゃうまい。うん、まあ、美味しい。まあ、いつも美味しいねんけど、これちょっとやばいな。うん、めっちゃうまい。うまもうめっちゃうまいわ。美味しいか、ほんまめっちゃ美味しい。ね、なんでこんな美味しい。めっちゃうまいよこれ。うん、忘れてた。 YouTube で料理とか作った方がいいかもしれないわ。料理とかやった方がいいじゃん。はい、このままやとね、美味しすぎてずっと食べてしまいそうなんで、料理の説明をさせていただきます。今回はですね、時短料理にしようと思って何個か工夫しました。まず豚肉を湯煎することで油を落とすのもあるんですが、炒める時間の短縮になっております。そしてですね、玉ねぎと豚肉炒めた後にウスターソースとケチャップを先にフライパンで炒めてたんですけれども、あれで酸味を飛ばすことで煮込む時間の短縮になっております。味付けの方なんですが、今回は玉ねぎの甘みとコンソメだけで味付けしておりますが、最後にマヨネーズを足すことでコクを出しております。チーズはね、私がチーズ好きなのでとろけるチーズ挟んでみました。こちらお好みで試してみてください。最後にかけたパセリも香り付けと彩りで足してみたんですけど、こちらもお好みでお試しください。この時間でこれだけの料理ができるということで、ひょっとしたら YouTube で料理動画とかした方がいいかもしれないですね。例えば肉巻きおにぎりだとか。はい、本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。それでは次の料理か Vlog、 そろそろやらなあかんなと思ってるんですが、キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさん、ゴーブビーゴーでした。グッ。